い、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆるです。いつもしみじきょうチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、ハロウィンセール佳境に入っていますが、皆さんもう購入されたでしょうか。まあ、このチャンネルでもね、ちょっとハロウィンセールの、おすすめゲームの手助けをしたいと思って、今回週刊シム通信金曜日にやっている、コンテンツの注目のゲームの中から、今回のハロウィンセールで最安値になっているもの、更新したものも含めてちょっと10個、上げてみました。まあ、どれもね、あの力作揃いなので、ぜひ参考にしていただければなと思います。で、動画のチャプター機能を用いて、金額とかも、どれぐらいになっているのかっていうことも表示させておくので、まあ、そのあたりを参考にしていただければなと思います。ではどうぞ。データを読み込んでいます。お前が言ってた。はい、今回紹介するゲームは、ソニー自社タイトル、スチーム展開第2弾となりましたデイズゴーンですね。はい、このゲームは、2021年5月18日にリリースされたんですが、プレイステーション4版は2019年4月26日に出ておりまして、はい、それの、PC ゲーム移植版になります。はい、オープンワールドポストアポカリプスのユーザータグが示すように、まあ、謎のウイルスの蔓延でフリーカーと呼ばれる感染者が発生して、まあ、文明と秩序が崩壊したポストアポカリプス的な世界を舞台に、バイカーですねを、なりわいとする主人公、ディーコン・セント・ジョンとして極限状態をサバイバルしていくアドベンチャーゲームです。で、そのアドベンチャーとして、まあ、映画のように、サクサク進むストーリーと、まあこんな感じで、さまざまな、サバイバル的な要素もあり、そして時には、ステルスをしながら、敵と戦いですね、かなり、まあ、その銃で倒していくだけではなくて、まあ、戦略的なこうストーリー上求められるこうものもありですね、まあ、様々な要素が詰まった、アクションゲームになっているので、こう銃 の, その戦闘が好きな人も、ステルスとかそういう静かな戦闘が好きな人も両方楽しめる、ゲームに仕上がっているんじゃないかなと思います。オープンワールドのゲームの特徴としては、まあ、自由に自分でいろんなミッションをこなしながら、まあ、どういう行動をしても許されるっていうところがあると思うんですけど、割とそのオープンワールド系のゲームの中ではこの Days Gone は、ストーリーがすごく凝っていて、割とリニアな作りにもなっているので、こうストーリーを楽しみたいとか没入したいっていう方にも最適ですね。こう洋画を見てるかのような、体験してるかのようなプレイ感っていうのが好きな方もいるじゃないですか。もう物語に没入したいという人もいると思うんですけど、まあ、そういう人にとっては Days Gone はかなり、まあ、もちろんゲームとしても成立してるんですけども、ストーリーもかなり濃いものになっているので、まあ、王道的なストーリーではあるものの、そういう面でもシングルプレイで楽しめるんじゃないかなと思います。はい、今回、紹介するのは、地球防衛軍5ですね、アースディフェンスフォース5、を紹介したいと思います。はい、このタイトルは多分コンシューマー版が先に出てるので聞いたことおありの方もたくさんいらっしゃると思います。このね、地球防衛軍5は、このシリーズの中で一番売れたタイトルになっております。まあ、舞台はね2022年です。なんでもう2年後なんですよ。はい、関東の都市部から、離れた、全地球防衛機構軍、これがアースディフェンスフォースなんですけども、その、基地があるんですね。で、その基地に、大量の武器とか兵器が運び込まれているんですけども、まあ、その、なぜそういう軍を作らないといけないかというと、突如として現れた、巨大な宇宙船団からなるプライマーが世界各地に攻撃を開始したからなんですね。で、
主人公も、武器を手に取ってその地球を守るべく戦うというのが、まあ、大まかなストーリーになるんですが、まあ、なんで、舞台は、洞窟だったり、森だったりあるんですけども、まあ、主に、都市部で、たくさんのビルが並んでいるところに、まあ、アリとか巨大蜘蛛とか、二足歩行の兵器とかね、さまざまなものが襲ってきて、まあ、時には宇宙船からこう降り立ってね、攻撃してくるものもいるんですけれども、まあ、そういうものを、まあ、倒していくと、まあ、シューティングゲーなんですよね、まあ、基本的に、まあ、殲滅していく、ゲームですよね。でなんといってもね、まあ、今聞いていただいているようにもうこの臨場感のあるナレーションですよね。あのヒーローもの戦隊ものを思わせるような、はい、緊迫感のある日本語音声のこのボイスがね結構ゲームを盛り上げてるんですよね。もう一つ特徴を挙げるとするならば、まあ、とにかくミッションが多い。はい、ミッション攻略だけでですね110のミッションがあります。で一つ一つその倒してこなしていくミッションなんで、こう1日1ミッションでも、3ヶ月以上、クリアまでかかるということで、もちろんすぐに終わるミッションもあるんですけどね。はい、とにかくストーリーが長いというのが一つの特徴ですし、まあ、ダウンロードコンテンツも出ているので、まあ、トータル十分なボリュームで遊ぶことができるんではないかなと思います。まあ、こういうTPS ですね、シューティング好きな人結構たくさんいると思うんで、まあ、日本人はどっちかというと FPS より TPS の方が馴染みやすいと思うので、ぜひこのド派手な、シューティングゲームをプレイしていただいて日頃のストレスを発散していただければと思います。はい、で、このゲーム、6がもう開発中であることが、先月のね生放送で話されていました。はい、2021年の年末ぐらいまでには出したいなということで、まだ多分1年以上出ることはないと思うんですが、おそらくコンシューマー版が先で、その後スチーム版 PC 版になるのか分かりませんが、おそらく出ると思うので、まあ、そちらも楽しみにしていただければなと思います。はい、今回紹介する、ゲームはデストロイオールヒューマンズというゲームです。はい、これは2007年にプレステ2向けにオリジナル版が発売されました。ただ日本語版はその残虐性が問題となってシナリオが大幅に改変されて、まあ、日本人向けに吹き替えがなされたことで、まあ、別ゲーと、言われてた作品でもあるんですね。で今回この絵はリメイク版になるんですが、ご覧の通り英語版のその字幕日本語で楽しむ、形が取られています。なんで現地の開発そのままの、雰囲気を、日本語で味わうことができる作品となっています。はい、本作はですねこんな感じでミッションクリア式の、まあ、サードパーソンシューティングアクションアドベンチャーになっています。で、3D フィールドでの地上戦もあれば、まあ、UFO を操る空中戦もあるんですが、まあ、基本的にはこうミッションをこなしてストーリーを進めていくというストーリー主導型のアクションゲームになっています。で特徴は何といってもね、はい、相手 の、 脳を奪って、そして、人間を排除していくという、そして最初の初期の段階から結構もう主人公が強い、圧倒的に強いという、特徴を持ちますね。はい、まあ、主人公が宇宙人なので、まあ、愚かなのは地球人ということで、まあ、かなり自分の能力を使って地球人たちを蹂躙していくというゲームなので、まあ、割と個性的で癖はあるんですが、でもこの世界観、この SF 映画のような世界観がやみつきになる人も多くて、まあ、日本でもファンが多い作品ということができますね。はい、まあ、こっそりバレないようにこんな感じで移動したり、まあ、地球人に擬態したりとか、まあ、ステルスアクション的な立ち回りも必要になるので、まあ、ただこう無操縦で、敵を倒していくミッションだけではないというところに、またこのゲームの幅があるのかなと思います。はい、このゲーム、
ミッドウィークマッドネスで今日終了しますが 50% オフの1875円で購入することができるので、皆さんもぜひ、購入を検討してみてください。今回紹介するゲームはハデスです。バスティオントランジスタという、良質の、美しいグラフィックを特徴とするアクションゲームを手掛けるスーパージャイアントゲームスが、手掛けているこのハデスはかなり、スタイリッシュで、そしてハクスラとしての爽快感もあるゲームに仕上がっております。はい。でこの世界観が独特で、ゲームの舞台となっているのはギリシャ神話における冥界で、冥界を滑る王であるハデスの息子ザグレウスを、操作して冥界を脱出する、まあ、つまり、お父さんの元から出るためにダンジョンに潜って次々に待ち受ける試練に立ち向かうというコンセプトになっています。はい。でまあ、スタイリッシュ、見た目の綺麗さだけではなくて、実はこの操作性も良くてですね、かなり爽快にハクスラとしてのアクションを十分に好きな方が楽しめるように作られています。主な攻撃手段は、まあ、通常攻撃、そして特殊攻撃、そして遠距離攻撃の3つなんですが、使い分けることでボス戦もありますし、エリアにいる、まあ、中ボス的なものもいますし、また多種多様な敵に攻撃を仕掛けると。最初に使用できる武器は剣のみなんですが、まあ、条件を満たしていくことで、まあ、弓とか、盾とか、槍などがアンロックされていって、最終的に6種類の武器が使用可能になるので、飽きずに長く続けられる、工夫もなされています。はい、ぜひ皆さんもハデス、遊んでみてください。はい。今回紹介するゲームはインディーゲームの中でも特に異色作といえるヘルブレードセヌアズサクリファイスを紹介したいと思います。このゲーム何が異色かというと、まず主人公はセヌアという、はい、女性主人公なんですが、なんと精神疾患を患っているという設定で、このゲーム自体が、まあ、この精神疾患を多い取り扱っていて、それに準ずる物語があるので、まあ、至る所にそういう描写が見られる、少し、まあ、ネガティブとも取れるような、世界設定になっています。ピクト族の女戦士セヌアは、バイキング族によって自分の村を滅ぼされ、彼女の恋人は生贄として、はい、そのバイキング族の神々を捧げられたと。でセヌアはその恋人の魂を救うべく北欧神話の地獄へと赴くという、はい、重い、ストーリーがそこにあります。はい。で、特筆すべきはそのゲーム性もそうなんですけど、音の演出ですね。こう精神世界をうまく音で表現している。そして、グラフィックもなんかこうモワモワした部分があったりとか、割と精神の苦悩が描かれているので、まあ、全体として、まあ、そういう世界観が好きな人はハマるんですけども、ちょっと重めの設定になっております。ただ、まあ、アクションゲームとしても、はい、こんな感じでボス戦があったりとかして、割と遊び応えのある内容に、仕上がっていますし、はい、プレイヤーは、まあ、幻聴の声の導きに従って進んでいくんですが、そのモンスターのうめき声なんかから存在を、まあ、察知したり、まあ、終盤には闇に、隠れる獣の足音と方向から位置を感知するといった戦いも強いられたりするので、この音というのがかなりの、重要なテーマになっているので、まあ、ヘッドホン推奨ですね。クオリティの高いその音響システムでプレイされることをおすすめしたいと思います。はい。ぜひこの、一風変わった、精神世界を描いたセヌアズサクリファイス、ぜひプレイしていただきたいなと思います。このゲームが、今回なんと、75% オフの745円と、最安値になってますので、遊んでみてください。はい。今回注目したゲームはループヒーローです。はい。このゲームはですね、登場するや否や売れに売れまくって、初週でなんと50万本を達成した
ローグライクカードゲームになっています。このゲームですね、まあ、こんな感じで1画面構成の中をこうループしていきながらだんだんこう主人公を強くしていって最後ボスを倒すという感じなんですけど、まあこの1画面でこれだけハマるゲームをよく作ったなと、アイデアがなせる技すごいなと思います。はい、たくさんローグライクのゲーム出てると思いますが、ローグライクゲームの中でもかなり面白いシステムですね。はい、なんとあの主人公はですね、移動と戦闘を自動で行ってくれて、自分がやるのは主人公のリソース管理と、まあ、アイテムの取捨選択、そして、地形を変えるカードの選択ですね。はい、その、カードの種類の中には、墓場であるとか木立、蜘蛛の巣など、まあ、ダークファンタジーにありがちなカードが選ばれているんですけども、まあ、その資源を、そのカードの種類に応じた資源を手に入れるために配置していくんですけど、でもキャンプに持ち帰る前に結局死んでしまうとその手に入れた資源を失ってしまうので、程よくカードを配置して、主人公を強くしながら戦っていくということに、このローグライクゲームの醍醐味があると思います。で、主人公の体力はマップをぐるりと一周してキャンプを通過するたびに一定の割合で回復して、同時にモンスターも強化されていくと。で、マップ上のどこにいても戦闘時を除いていつでもキャンプに退却できるので、まあ、ぐるぐると周回しながら、まあ、自分の強さに合わせてカードを配置してマップをカスタマイズしていくのが、このゲームの肝になると思います。はい、今回紹介するゲームはデスストランディングです。はい、このデスストランディングはもともとコナミでメタルギアソリッドを開発していた小島秀吉が独立して、設立した会社で初めて開発されたゲームになっております。はい、主人公のサム・ポーター、ブリッジズは、未来への希望を手に世界を再びつなぐために歩き始めるということで、配達をしながらこの崩壊し分断されてしまったアメリカ合衆国のその荒野を配達し世界を再びつなぐために歩き始めるという内容になっております。で、ソーシャルストランドシステムという新しいジャンルが採用されていて、はい、従来のステルスゲームとかそういうシューター系とは異なってつながりストランドの概念を取り入れた、ゲームで、本作のやり込み要素の一つでもあり、他の現行プレイヤーや新規プレイヤーとのつながり、協力共有することで優位にゲームを進行することができるという、挑戦的な、革新的な、ゲームになっております。はい、サムが配達先に配送する荷物は、配送端末で受注した、ミッションに応じてその、託される荷物があって、で、フィールド上には配達人の落とした落とし物が点在しており、これを取得して落とし物の持ち主の元に配送することで評価を得ることもできるということで、はい、メインストーリーはあるんですが、さまざまなものを拾ってそしてそれを持ち主の元に届けるということも、あるので、はい、さまざまな遊び方ができるのが特徴となっています。で、届け出た場所から持ち主の居場所までの距離に応じていいねをもらうことができたり、荷物はさまざまな、環境によって、まあ、耐久値も設けられていてそれが変化して劣化したりするリアルな部分もあります。まあ、ウォーキングシミュレーターとしての一面もあって、こう、広大なオープンワールドを旅しながら、地形を楽しみながら、旅していくということが、まあ、このゲームの醍醐味になってます。はい、こう、シューターで、敵をどんどん倒していく系のアクションゲームではないので、はい、まあ、静かな、ストーリーを楽しむ、ゲームになっていますが、まあ、そういう、
ゲームを好まれる方、ぜひこれを機会に楽しんでみてください。はい、今回紹介するのは1970年代のカルト教団がテーマになっているザ・チャーチ・イン・ザ・ダークネスです。はい、このゲームのアクションだけを見ると、まあ、あのトップダウンのステルスゲームということができますが、はい、ステルスゲームとしてアクションを楽しむというよりも、この、カルト集団の、で形成された町で出会う人々とか、まあ、探索で発見できる文書とか手紙から、まあ、謎を解いていく、その謎解きの部分がフューチャーされたゲームなので、こうアクションを期待している人からするとちょっと物足りなさを感じるので、まあ、そこが、まあ、賛否両論の評価なんじゃないかなと思います。はい、プレイのたびに指導者の性格が変わるなどのユニークな、まあ、ランダム要素も特徴となっていて、まあ、行動によってさまざまなエンディングを迎える構造なので、こう何回も繰り返し遊ぶように、まあ、ミッションも結構変わったりするので、こう短い時間で繰り返し遊べるように設計されている点が、まあ、この、ゲームのセールスポイントじゃないかなと思います。なのでこう自由度は高いので、まあ、エンディングのバリエーション制覇など自分なりにこう目標を持ってそれを達成していくというふうに、このゲームを見るとなかなかこう面白く、飽きずにプレイできるのではないかなと思います。まあ、当時のね、カルト教団の思想なんかも、日本語訳も割としっかりしているので把握できる内容になっているので、ぜひ何回も繰り返しプレイすることで、この1970年当時の、時代、まあ、どういうことが起こっているのかということを推察しながら遊ぶといいのではないかなと思います。はい、今回紹介するゲームはグリードフォールです。はい、これは、不治の病と言われるマリコールに蝕まれてしまった町セレン、その町を治める王族の一人が、主人公で、その、マリコールという不治の病の治療法を探しに、未知の島へと旅立つアクション RPG になっております。で、これ画面見たら分かるように、まあ、中世の世界観が、なんとも雰囲気があって、かなり他の RPG とは一線を隠しているかなという感じなので、このグラフィックを見て、惹かれたなら割と楽しめるんではないかなと思います。で、このゲーム実は、このグリッドホール PC 版が出た後ですね、1年少しした後にプレステ4日本語版が出たんですけども、まあ、それが香港本社とするパブリッシャーによって日本語化されたために、あまりこうローカライズが評判ではなかったんですね。なんでまだ未だに、Steam は日本語非対応なんですが、こちらをまあされた方がいいんではないかという見方もあります。はい、5人の仲間が出てきて、その5人の仲間と共闘するシーンもあったりとか、またこういろんな選択肢によって、後のストーリーに影響を及ぼす、システムが採用されているので、まあ、独自の物語を紡ぐことができるということも、特徴の一つとなっていますし、また個々のスキルの振り分けによって全く、違う操作感で、主人公のアクションを楽しむことができるという意味でも、なかなか凝った RPG かなと思います。で、物語全体のボリュームとしてはメインクエストとサイドクエスト合わせてだいたい30時間から40時間と、まあ、やや、少なめかなと思いますけれども、まあ、いろんな場所をこう行ったり来たりしながらですね、探索しながらこう真相を、見出していく、そして、治療法を無事に見つけることができるのかというメインストーリーが、こう謎がどんどん明らかにされていくにつれて、まあ、没入感も、出てくるので、RPG として本当にこう完成度の高いゲームなのかなと思います。まあ、日本語非対応も含めてぜひチャレンジしていただければなと思う作品です。今回紹介するゲームはコープスパーティーシリーズより、コープスパーティーブックオブシャドウズです。
はい、このゲーム自体はですね、実は1996年まで遡るんですね。まあ、ある、PC ゲームのコンテストで最優秀賞を受賞して、受賞した同人作品なんですけど、まあ、その後コンシューマー版とかに移植されてパワーアップしてかなり、認知されるようになったホラーアドベンチャーゲームです。で、本来、まあ、これはアクションゲーム、なんですけれども、まあ、アクションゲームというかアクションアドベンチャーゲームなんですけれども、はい、この、ブックオブシャドウズは、テキストアドベンチャーゲームとして、まあ、いろいろ、まあ、こんな感じで捜索しながらこう怪しいところをこうクリックしていって謎を解いていく系のホラーアドベンチャーゲームになってます。はい、この、ゲーム自体は、コープスパーティーの派生作品の一つであるので、まあ、これもちろん単体でも楽しむことができるんですが、Steam でも配信されているコープスパーティーをプレイするとより一層楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、全体的にね、こう驚々しい雰囲気というか BGM もかなり雰囲気がある良いものなので、没入感はあるのではないかなと思いますし、まあ、こういう、こう謎解き系のアドベンチャーゲームが好きな人も、ホラーゲームが好きな人も、満足できる作品に仕上がっているんじゃないかなと思うので、今回ね、これが最安値を更新していたので、紹介したいと思いました。で、この、コープスパーティーシリーズはですね、今 Steam で5作品ぐらい出てるのかな。なので、シリーズ通じて体験したい方は、まあ、その他もセールされているので、時系列的に楽しむこともできますし、まあ、いろんなコンシューマー版の移植であるとか、また PC 版そのものをパワーアップさせてリマスター化したものとかも出ているので、全体として、かなり、良い仕上がりになっているので、ぜひこのシリーズの導入編として、ブックオブシャドウズ遊んでみてください。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうかね。ハロウィンセール参加タイトルってなってなくても、11月2日までのセールとして、多分1週間限定セールとかミッドウィークアドですか、まあ、わからないですけれども、まあ、現状セールされている作品ばかりなので、ご安心ください。まあ、それ以外にもね、まあ、人気のタイトルであるとかに結構魅力的なゲームとかも入ってきているので、まあ、まだ見ていない方、ぜひこれを機会に、ハロウィンセールを見ていただければと思いますし、まあ、オータム、ウィンターと続くので、ウィッシュリストに入れておいて、また大型セールの時に購入するということを習慣づけるといいかもしれませんね。まあ、これからどんどん出てくると思うので、まあ、自分も楽しみですし、まあ、皆さんもぜひ楽しみにしていただければなと思います。まあ、どんなゲームを購入したのか引き続きコメント欄で教えていただければ嬉しいです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドクリック、そしてチャンネル登録もお願いします。ユーロでした。バイバイ。